そうしましたらですね、3月のメルマガの解説をスタートします。よろしくお願いします。3月はですね、アプリに関してお話をさせていただいたんですけど、まあ、なんでアプリなんだというような話から順番にしていったんですけど、まずですね、私は 去年の年末までは全然アプリのことを考えてなかったんですね。ただ単に、えー、何か新しいことをやっていかないとまずいだろうっていうのは案に思ってました。思ってたんですけど、アプリにしようとかっていう気持ちはこれっぽちもなかったんですね。えー、たまたまアプリを考え始めたのは、この稲垣五郎の テレビコマーシャルがなんかしんないですけど、頭のここら辺に残ってたんですね。それで2月になったときに、たまたまこれもある方からメールで、まあ、向こうからの営業ですね、これが来て、それでアプリっていうので、この稲垣吾郎の文と結びついて、そこから考え始めたというのがスタートですね。 それで2月1か月間いろいろ自分で調べたり、えー、どうしようかと、まあ、結構な投資が必要だったんで、えー、その投資に見合うだけの効果があるのかどうなのか、えー、実際これからどうなっていくんだろうということも含めて考えて、まあ、やる価値はあるんだろうなということで、えー、アプリに実際投資して、 アプリ作成プラットフォームっていうのを、まあ、自社の商品としてですね、えー、今後扱っていきましょうということに決断をまあしたわけなんですよね。それで、まあ、実際にアプリ作成の現状ということで、えー、まあどんぐらいの金額でアプリ作成されてるのかとかっていうのをこうネットでいろいろ調べたんですけども、えー、まず普通にアプリ作成の依頼をすると、 バカみたいに高いです。もうこれやばいなってうぐらい高いですね。まあ普通の会社さんとかがアプリ作りたいって言って相談をすると、まあ最低でも500万以上の金額になります。それであとデータベースを保存しなきゃいけないような、まあ、例えばカタログであるとかマニュアルであるとか、そういったものを保存しようとすると、 それ用のサーバーを用意しなきゃいけないんですね、そうすると、開発費用が最低でも1500万、まあ、2000万、3000万とかするような世界で、プラス、そのサーバー利用料も別途かかりますよということで、かなりの金額になります。 それで、まあ、稲垣吾郎がテレビコマーシャルしてる、ヤプリっていうところの金額なんですけど、これ調べてみますと、初期費用で280万。それで月額もですね、あの、プッシュ通知機能をつけて25万円もすると、やばいぐらい高いんですよね。高いんだなっていうのを、まあ、調べてみて、まあ、逆に言うと、高いからこそ、これは、 まあ我々がやり始めたら売れる理由になるなと。まあ我々が扱うプラットフォームっていうのは、まあプラットフォーム自体を、まあ、食費用高いんですけどね、買ってしまったらある程度こちらで自由に価格設定ができるんで、他社が高いうちであれば利幅も取れるじゃないですか。っていうのも、まあ、やってみようっていうふうに思った一つの理由ですよと。 それで、まあ、次なんですけど、アプリ導入のメリットがどんなのがあるのかっていうことで考えてみますと、まず一つ目がですね、経費削減に非常に結びつくな。まあ、これもですね、いろいろあるんですけど、まあ、一番大きいのが、カタログとかマニュアル、印刷して郵送してられるような企業さんにとっては、そのコストがアプリに置き換われば、 まあ、最初投資は必要ですけど、月々の利,用の利用だけで済みますよっていうと、印刷代とか配送費を含めると、断然経費削減につながりますよと。それとか、あと予約システムを使っているような会社さんが、アプリに置き換えることによって、まあ、予約だけじゃない他の機能も全部、まあ、月々の 料金をかかってたとしたら経費削減につながりますよねということである程度のまあ企業さんでお金かけているようなところであれば経費削減につながりますよということになりますしあの業務効率化ということで例えば工務店さんとかもそうですし図面とか 過去の見積もりであるとかマニュアルであるとかカタログとかをいちいち会社に戻ってもしくはでかいカバンに入れて持ち歩くとかっていうことが必要なくなるわけですよね。あのスマホであるとかタブレットであのアプリの中に全部入れとくことによってお客さんにそれを見せながら話ができるよと。それ過去の案件もすべてそこから見ていけば非常に 営業マン自身、まあ、変な話、タブレット1個あれば、済、えー、んじゃうっていう形になるんで、業務効率化が図れますよと、あと、使う側、エンドユーザーの側に立ってみると、非常に便利になりますよと。 例えば、あの、ポイントカードと一つ取ってもそうなんですけど、ポイントカードとかいろんなカードが財布の中にこう入っちゃってるじゃないですか。それで、まあ私もよく薬屋さんに買い物行くんですけど、そこの薬屋さんのカードがよく見つかんないことがあるんですよね。それで、あちょっと見つかんないっすねって、後ろの人待たすのも嫌なんで、あの、見つかんないんであ、まあいいですよ、いいですよとかって言って、ポイントがつけれない。 それで家に帰ってもう一回探すとあるとかっていうのがね、結構あるんですけど、これが、まあ、スマホの中に入ってれば絶対忘れないじゃないですか。それですぐアプリで探せるっていうのは、非常にこれ利用者側にとっていいよねと。 あと、クーポンとかもそうなんですけど、例えば、どっかのお店でクーポンいただいたとか、50円引きのやつもらってたりしても、だいたい捨てちゃうじゃないですか。もしくは車の中に入れとくとか、それでお店に食べに行った時に持ってなかったりして、あ、ちくしょうみたいな、たった50円とか100円なんですけど、いや、でもなんかもったいない気持ちがしますよと。 それがアプリの中であればすぐ出せますよねっていうことですね。それであと予約したりするのも、まあ私ね、自分で営業とかやってるくせに、電話するのが意外と嫌なタイプなんですよね。電話よりはやっぱネットとかで予約したいなっていう方なんで、それがアプリの中で簡単にできるよっていうと、まあこれは非常にいいのかなと。それとか、あとまあ企業でよくね、 あのアンケート調査取られてるところがあるんですけど、まあ、私、アンケートとか書いた試しがないんですよね。なんでかっていうと字書くのが嫌いなんですよねあの。あんまり綺麗な字じゃないんで。あのということで、まあ、アプリであれば、まあ、簡単に選んだり入力できますよね。それで、まあ、こういったアンケートって、あの これ整理する側も大変じゃないですか。だいたい字汚いし、クレームばっかりだし、みたいなね。そういった点で言うと、非常に、あの、アプリ導入のメリットがありますよというのと、あと、まだまだアプリ自体が世の中にそんなに あの普通の会社さんとかお店さんで入れれてられるところないんですよねやっぱり大企業であるとか大きなホテルであるとかチェーン店であるとかそういったところだけがアプリを使っているイメージなんで例えばうちの会社でアプリ持ってるよって言ったらか いいじゃないですかうちのアプリをいやアップルストアにあるんでダウンロードしてくださいって言えるっていうのはそれ自体ステータスが1個上がるイメージなんであのそのかっこよさとかで導入される人も多分増えてあの今後徐々に増えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますよと。 あの、皆さん扱いませんかっていう話なんですけど、まあ、いつやるの今でしょっていう話なんですね。結局、あの、LED もそうでしたけど、私 LED 扱い始めたのが2010年からなんですね。その当時って LED 扱ってるのって大塚商会ぐらいで他社ってほとんど扱ってなかったんですよね。 それ他社が扱い始めたのが2012年の暮れあたりから扱い始めたんですけどやっぱりその2年間の差って大きいんですよね。それでアプリとかも今は他社、えー、ほとんどがホームページとか作ってられるような会社さんとかあのデザイン事務所であるとかほん、まあ、ある程度カスタマイズができる人たち、えー、ネット系の人たちがやってるんでまだまだそんなに普及してないんですよね。 それで我々みたいな営業を主にしている会社がどん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 これから普及していくことによってお客さんも喜びますしあとエンドユーザーも便利になりますしそれがどん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 普及していけば当たり前ですけど価格が下がってくるはずなんですね。それでもしあなたが2年後3年後にさてやろうかと。 分切りついてやろうとしたときにはもう利幅が取れない可能性があるわけですよ。今であればある程度月額料金高く取るであるとか最初の導入コストを高く取ることも可能なんですけどこれが1年2年3年って経つと利益の少ない商売になる可能性もありますよということでどうせやるんであれば今やった方がいいでしょっていう話。あと 確かに最初にやると苦労は多いんですよ。なんでかっていうと、自分自身も分かんないこと多いし、それでやってみるうちに徐々に分かってくるわけなんですよね、いろんなことが。それで勉強を先にした人間と、1年後、2年後にある程度、世の中が当たり前になってからやる人間とでは、もうこのスキルの差って絶対埋められないと思うんですよね。だからこそ苦労が多い分 先行者利益も多いですよということで、まあ、もしですね、えー、これを見てられる <laughs> 営業会社の社長で、俺もやりたいという人がいたら是非、ぜひ島田で <laughs> 連絡いただければというふうに思いますんで、ぜ、え、ひ、ー、ね、このアプリというのは非常にですね、 えー、お客さんにとっても、エンドユーザーにとっても、えー、メリットのある商材だと思いますんで、一緒にやっていければというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いします以上です。